ご親友の由衣様を探し出すべく、朱雀の巫女宮香様は一人で苦闘国へと向かわれたのでございます。途中苦闘国の将軍にお会いになり、苦闘国の宮殿へと行かれた宮香様は、朱雀の神のお導きか、無事に由衣様と再会することができたのでございます。しかしその時将軍は、これは朱雀の詩人展示書、宮香様が朱雀の巫女であることを見破ったのでございました。初めからそうではないかと思っていたが、その娘きっとらえよ。申し上げます、不審な者が城門を破り入城していきました。ゆいちゃん逃げよう。おえ、ただしゆい様には粗相のないようにな。はっ。これからどうするの？なんとかして一緒に江南国へ行こう。江南国へ？だってゆいちゃんがこの国の清流の巫女になっちゃったら、私たち敵同士になっちゃうもん。みやか、玉褒めたちもきっと喜んで迎えてくれるわ。玉褒め？あ、ゆいちゃんどうしたの、この傷。なんでもないのよ、ただの傷。3ヶ月前図書館で詩人展示書から青い光が出て、この世界に来た時怪我したみたい。まさかさっきの男が？ううん、あの人は右も左もわからないこの世界で困っている私を助けてくれたの。そうだったの。でもこの世界で金髪で青い目の人って珍しいよね。彼個人なんですって。個人？それは個人？個人っていうのは遥か西の方に住む異国の人のことなの。さすがゆいちゃん、何でも知ってる。いたぞ。いや、朱雀七星が、宮川はどこだ。鬼の陣、玉褒めだな。巫女のために敵国に一人で来るとは見上げた心がけだ。というよりただのバカか。宮川はどこだと聞いている。さあ、どこにいようと返すわけにはいかん。そうか、なら。今一瞬触れただけでこいつ強え。いかんのだ、うん、玉褒め先に進むのだ。父すまれ。まだ仲間がいるのか。朱雀七星か、可愛いじゃないか。どうするの、宮香。このままじゃ拉致が開かないよ。ああ、朱雀の詩人展示書。何よ、大きな声出さないでよ。ゆいちゃん、私あの金髪の人から朱雀の詩人展示書を返してもらわなくっちゃ。あ、待ちなさいよ、今出て行ったら。あれには七星の残りの三人を探すためのヒントが書いてあるの。あれがないと
見つけた。玉褒め。確かあの時宮川と一緒にいたゆいだっけ。久しぶり。覚えててくれたの。さあ脱出するぞ。どうしたの。怪我してるの。大したことね。さっき個人とやり合った時ちょっとな。いい姉ちゃん貧血してんだ。これはおじん。あの人がやったんだね。私話つけてくる。ゆいちゃん。詩人展示所の巻物と二人を安全に返すように私のことも。おい大丈夫。彼私には逆らえないから。ゆいちゃん。宮川なんでこんなことをした。だって まだ結衣様と朱雀の巫女は見つからんのか。行け絶対に見つけ出せ。はっ。中子。結衣様どこにいらしたのです。朱雀の巫女と共に行動するのは感心いたしませんな。青龍の巫女ともあろうお方が。私は青龍の巫女じゃない。その話はとっくに断った。宮川は友達だ。あんたは宮川が私のことなんか忘れてるって言ってたけど、現に私のためにここまで来てくれた。朱雀の詩人展示所を返して私は宮川と江南国へ行く。そうですか。ならばあなたの好きになさるがよい。ただ本当にあなたが思うほどあの娘はあなたを思っているのか。あなたが3ヶ月前私に見つけられた時の状態を思い出しなさるがいい。もし気が変わられたら青龍神を祀る廟にお越しください。青龍の巫女。俺に守られるのが辛いと言ったな。どうしてだ。私一人で何でもできるもん。それに今回は友達同士のことだし、玉褒めには。俺には関係ないっていうのか。お前、俺が迷惑なのか。これで宮川と一緒に江南国へ行ける。玉褒めと一緒に。俺が迷惑ならそれでもいい。でも俺はお前が好きだ。迷惑だなんて。だって私向こうに帰ってからも玉褒めのこと忘れたことなかった。会いたくてだから戻ってきたの。玉褒めが好きだから、私のために危ないことさせたくないから。バカ野郎。あなたが3ヶ月前私に見つけられた時の状態を思い出しなさるがいい。ほら、朱雀の詩人展示所。
話ついたから帰ろう。私も一緒に江南国へ行く。でもよかった、本当にゆいちゃんと一緒に行けるんだね。あなたが3ヶ月前私に見つけられた時の状態を思い出しなさるがいい。会いたくてだから戻ってきたの。ゆいちゃんどうかしたの？あ、いえ、なんでもないんだ。なんでも。しかしよ、どうもあっさりしすぎてねえか。何が？あの金髪野郎が俺たちをすんなり返すなんておかしいってことだよ。ゆいちゃんを助けてくれた人だもの、悪い人じゃなかったのよ。そうか、感じ悪いやつだったけどな。ここは？ここを出る前に見せたいものがあるの。玉褒めはここで待ってて。おう。どうした、宮川？なんだ？父に、しまったのだ。シャレか今の。結界なのだ。まずいのだ。これでは朱雀の者は中に入れないのだ。何？騒いでるのはあんただけでしょ。へへんだ、ちっとも怖くないよーだ。ねえ、宮川。ん？思ったんだけど、もしあの時あんたじゃなく私がこの世界に残っていたら、朱雀の巫女になっていたのは私だったかもしれないのにね。玉褒めに愛されたのは私だったかもしれないんだね。ゆいちゃん、何？あ、か、体がしびれる。苦しいの？ここ清流病なんだって。だからじゃない？だからあんたの玉褒めは来てくれないよ。ゆいちゃん、何ふざけてるの？ふざけてるのはどっちよ。私のためじゃない。玉褒めに会いたくてこっちに戻ってきたくせに。いいよね、昔からあんたはいつも誰かに守られていた。それに比べて私は、あんたにわかる？こっちに来て私がどんな目にあったか、どんな思いをしたか。ゆいちゃん、何もかもあんたのせいだよ。ねえ、ミヤカ、私、玉褒めが好きなの。だから、彼をあんたから取ってあげる。ミヤちゃん、一体何が？中子。はい、青龍の御子様。紹介するよ。彼は青龍七世の中子。私のしもべなんだって。面白いじゃん。ゆいちゃん、じゃ、またね、ミヤカ。待って、ゆいちゃん。ゆい様が青龍を呼び出すまで誰にも邪魔はさせん。お前は青龍を呼び出すには邪魔なのだ。この国にとってもな。
このまま江南には帰せん。ゆいちゃん、待って。どうしてなの？どうして？よく言えるわね。あんた本当は私のこと親友だなんて思ってないでしょう。今日よく分かったよ。あんな目にあってもこの3ヶ月あんたのこと信じてた私がバカだったってことが。くしょ、扉に触れることさえできやしねえ。父、なんとかできねえか。やってみるのだ。ゆいちゃん、あんな目ってこの3ヶ月の間に一体何があったっていうの？中子、危なかったのだ。あんな勢いで壁に当たってたら死んでしまうのだ。父、朱雀の者がこの結界を破って入ってくるとは。なるほど、先ほどの私を呪縛したのもお前か。その通りなのだ。あの者ではこの青龍の結界内に入ることは叶いませぬ。宮川、下がってください。さま、宮川に何をした！玉褒め、この傘の中に宮川と入るのだ。あの方のところに通じている。あの方、オイラがここを食い止めているうちに。早く！分かった。ダメ、ゆいちゃんが。俺たちと一緒に来い。早く。なりません。父、二人とも早く行くのだ。オイラもすぐに行く。ミヤカ、入れ。でもゆいちゃんが。父、早く行け。父、行こう。ゆい、必ず助けに来るからな。ではさらばなのだ。朱雀七星、青龍に敗れずしかれども勝てず、ただ巫女を助けるのみ。あぶねえ、この中子ってやつの強さ半端じゃねえな。まさかあの結界を越えられようと。玉褒め、宮川のためなら結界を破れるのね。申し訳ありません、ユリ様。いいよ、中野。すぐ型をつけちゃつまんないじゃない。
知った宮家様にとって現実はあまりに残酷すぎました。悲しみを笑顔で受け止める気丈な宮家様でしたが、玉褒めに優しく抱き留められると頬を伝う涙とともにその腕の中へと沈んでいったのでございます。次回、あなたしかいない、心乱れて流されて。